そうですか。君の追っている事件に束縛の神々が関わってるかはわからないけど、この町でちょっときな臭い剣に首を突っ込んだら、あいつらの影はいくらでも見えてくる。いずれ奴らは政府が検挙してみせます。ほどほどにね。え？確かに彼らは非合法集団だし、弱者を食い物にしているろくでなしだけど、その逆で力のないものを守っている側面も持っている。必要悪ですか？うん、僕にも彼らの中に知人や友人がいる。キヨト、僕の知り合いにも組織の下っ端になった奴がいるよ。怖いからもう付き合うのやめたけど。生きるためにやむなく法を破る人たちもいるんだ。いや、それを君が肯定する必要はない。ただほどほどにね。解放機の整備士がスラムの、しかも束縛の神々に関連した闇金融に追いかけ回されてたとはね。それもギャンブルが原因か。もうちょっと裏付ける情報が欲しいな。お前さんのスラムの知り合いといえば。残念だけど里屋ぐらいだよ。たった今東さんって人が新しくできたぐらいだ。ほう、じゃああれなんてどうだ。あれ、しずきさん、どうしたの？カイドウ君、こんなところに来て。ちょっと仕事でね。しずきさんはもしかして炊き出しのボランティア？ええ、食料の配給だけじゃ足りない人もいるから。えらいな、さすがは生徒会長だ。褒められるのって悪くないかも。ありがとう。ところで、ねえねえ、お仕事って何？政府関係？私に手伝いそうなこととかある？いや、生徒会長にお願いできるような仕事じゃないから。何でも言ってみてよ。来賓の印の件もお世話になったし、力になりたいの。と言ってもな、しずきさん、この町の闇金融とかギャンブルのことまでは知らないでしょ。金融業者は知らないけど、非合法カジノのことなら少しはわかるよ。非合法カジノ？なんでしずきさんが？前に一度炊き出しの帰りに繁華街を歩いてたら、明け星さんを見かけて声をかけたの。かぐやがこの町で？ええ、憲兵隊を20人ぐらい率いてたわ。なんでも軍の関係者が非合法カジノに入り浸ってるって情報があって、踏み込んで逮捕するつもりだったのよ。けど結局情報が事前に漏れてて逃げられたんだって。その入り浸ってた人って解放機の整備関係者だったの？ええ、その時は詳しいことは分からなかったけど、後で野中君に聞いたらそう言ってたわ。確かに話をすり合わせてみると、明け星さんたちが踏み込んだ日、その人はカジノには寄りつかないようにしていたんですって。
戻ってカムイの整備関係者を洗い出すしかねえな。首席補佐官権限があればデータの紹介はできるぜ。ああ、その非合法カジノって束縛の神々の傘下だって噂されてるわ。ありがとう、しずきさん。まさかの有益情報だ。え？お役に立てた？うん、おそらくね。それじゃあ。こちら、大統領首席補佐官、カイドウ清人です。これより、解放機運用整備班員の個人情報を閲覧します。整備関係者で、カムイのコアテクノロジー全般を取り扱っている人間は全部で4人か。4人とも副主任、あるいはそれと同格のポジションだ。いずれも酒井主任が入院後権限を譲り受けたナンバー2たちだな。まずはこいつ、運用副主任の富田。バイオレットだし貯蓄額もすごいな。危険を冒して漏洩事件に手を染めるには動機がわからないな。次は開放炉の調整係をしている沼岡整備士。資産は少ないな。でもこの人の場合、開放炉以外の技術に関しては専門外かもしれない。エネルギー解析総合伝達システムの灰型に整備長。資産はほぼゼロ。10年前に離婚して一人身か。開放機開発一筋で定年間近。技術の知識や人脈も相当あるはずだ。退職して金がないと困るよな。ここ数ヶ月の動きを洗い出してみる必要があるかもしれない。こいつは要チェックだな。最後に副主任堀越昇。この人には一度会ったことがある。それにしても銀行からかなりの借金をしてるな。家族構成は女房に無職の息子が一人か。ん？息子は交流中？息子さんの罪状はわからないな。奥さんは入院中なのか。大変だな。ここいらで一度てめえにダイブして考えを整理してみるか。セルフダイブか。よし、やってみるかな。これまた俺様にとっちゃ初体験だぜ。じゃあ行くぞ。これがお前の精神世界か。